タカラトミーキディランド株式会社キディランドは、玩具、書籍等の販売店を運営する日本の企業である。タカラトミーの子会社。本社は東京都千代田区にある。1946年に、橋立孝一郎が現在の秩父市に創業した読書クラブ橋立書店が、その発祥である。4年後の1950年に、表参道に橋立書店を出店。 周辺に居住していた外国人向けの雑貨、玩具などを取り扱うようになる。1966年に表参道に地上6階、地下2階建ての本店ビルを建設、また同時期に全国に店舗を出店した。しかし、急な拡大策によって経営が悪化し、創業者の橋立は社長を退任。後に銀行資本により経営を立て直し、 バブル期には FC、海外店舗含めて100店舗近い規模で全国展開を行っていた。2002年より宝の投資提携を受け、現在は宝とミーグループの参加となった。バレンタインデーやハロウィンの習慣を積極的に日本に紹介し、1980年代に日本で初めてのハロウィンパレードを行ったと広報文書で説明している。 2008年春より、ララポートマネジメントより、スヌーピータウンショップの事業を継承。2016年現在、日本国内に直営60店、フランチャイズ16店を出店する。店名からハローキティのサンリオの関連会社と誤解を受けることがあるが、全く関連はない。ありがとうございます。